みなぎに集まるいくつもの魔力。プロミストブラッドの人たちがね、ウイちゃんから気持ちの場所を聞いて集まってきたの。そこにはリョウさんたちユニオンの人たちとネオマギウスのシグレちゃんやハグムさんの姿も。魔法少女一人一人が小さな波だとしたら、みんながぶつかったこの場所は大きな水柱が上がるように荒れると思う。私の心臓はドキドキとずっと早金を鳴らし続けてる。それは気持ちとの戦いが始まるからだけじゃない。クレハさんたちは二次へと向かうイロハさんたちを急いで追いかけていったはずなのに、残った大場さんたちの表情には余裕があって陰りの一つもなかったから、むしろ乗るべき気流に乗って心地よさそうにしている気がする。本当に大丈夫かな。この路地裏に入ったところにウイがいるの？負けよ。トウカちゃんから教えてもらった拠点の場所と同じ。信憑性は高そうね。魔力の反応は特に感じられないし、他の魔法少女はいなさそうです。魔法少女はこの先の拠点にいるだけかもしれませんね。それならさっさとウイを助けに行こうぜ。どうせ心配しなくても二次のやつらはみんな神浜だろ。そうね。相手が気持ちに注力してる間に終わらせましょう。よし、ウイちゃんを奪還して今日はたこ焼きパーティーだね、イロハちゃん。うん。それじゃあ入りましょうか。なんか漫画に出てくる不良のたまり場みてえだな。血の気の多いあいつらにはお似合いなんじゃないの？あっきゃ！こっちだそうです。ここは私らが見張る。三日月荘で行ってきなよ。ありがとうございます。ウイ？ウイちゃん、気配がまるでない。本当にここだったんだよね。むっきゅう。待って、かすかに魔力の痕跡があるわ。でもいないってことは。ってことはなんだ。少し前までいたのは確かなんだと思います。連れ出された？おそらくね。相手も動きが早いわ。それならここも危ない。いくら近くに潜んでなくても。で、出たー。なあ、遅かった。まさか敵陣に堂々と乗り込むとは思わないよ。とはいえ飛んで火にいる夏の虫ね。任された以上はここで仕留めるよ。どうせそっちの魔法少女はほとんど留守にしてるんでしょ。それならレナたちが返り討ちにしてあげるわ。やっぱりプロミストブラッドの奴らが現れたよ。ここじゃ戦いづらいわ。正面の敵を倒して外に出るわよ。中の奴らはドカンとやってやったぞ。でも全員は倒せてないです。ウイちゃんを素早く奪還して帰りたかったけど、相手の動きも速いしうかうかしてられないね。待つよ。あなたは玉木イロハにナナミの知恵。面倒な相手だな。の魔法少女と勘違いしてないかしら。ウイちゃんを揃った張本人。あなたならウイの居場所を知ってるよね。お願い教えて。うちにとっては信頼を得るために
成功させた作戦、居場所を教えるなんてエマは絶対にできない。それなら無理やり聞くだけよ。自分がやったことを反省しなさい。少女さんたちが来るまでうちらで耐えてみせるんよ。だけど向こうは私たちの動きに気づいたばかりだよ。ああ、神浜からたどり着くまで耐えられてもないさ。嘘だろ。クレアさんの魔力反応、いくらなんでも早すぎます。囲まれてます。よく耐えてくれたわね、うらら。ここからはヒカルたちも加勢して一気にユニオンを叩くしよ。いくら魔法少女だからって追いつくのは早すぎるよ。何か特殊な固有魔法でも持ってるのかしら。それはどうかしらね。今わかるのは形勢が逆転したということだよ。サクヤちゃん、こっちは敵だよ。ユウさん、軽々しく話しかけてこないで。ユナ、ここは作戦通りに。ええ、行くわよ。玉木さんの相手はこのキラリ光るっすよ。混乱がにじみ出てるっすね。妹を助けに来たはずなのに残念っすけど、逆に墓場にさせてもらうっす。いけない、このままだと八千代さんたちと話される。お願い、どいて。足を狙ってくるなんてさすがっすけど、今は玉木さんを離すのがヒカルの役目なんすよ。行け、ヒカル軍団。イロハさん、八千代さん、イロハさんがどんどん離されてます。わかってるわ。しっかり壁を作ってる。でも無理やりこじ開けて進めなくもなさそうね。通り抜けるわよ。ごめんね、作戦の都合上行かせられないんだ。早い。大丈夫だ八千代さん。うん、私たちが行くから。加速。何よ、こいつ忍者？陸上部だよ。くそ、イロハをどこに連れて行く気だ。どけよ。わめかないでくれる。くそ、こいつ強いし嫌いだぞ。イロハ。分断は成功ね。あとは魔女化する二つぎでユニオンの支柱を砕くだけ。やはりホームだとやりやすいわ。今がイロハを追える限界の距離ね。鶴の双葉さんもこのタイミングで。うん、サナー止めに。こっちが忍者じゃないすか。イロハさんまであなたたちに渡しませんから。サナちゃん邪魔ないよ。ヨーヨーでぐるぐる巻きないよ。サナちゃん、どうして私だけを。神浜のブレインになってるマギウスは消せなかったっすから、今回は支柱の玉木さんを狙うんすよ。真に響くような強い魔力、気持ちで間違いなさそうだな。それでここから毎度恒例の気持ち狩り競争ってわけ。つうことだな。とは言ってもジュリ様たちは不利なんだよな。どうして？この間山の中で気持ちを奪い合った時があったろ。その気持ちと戦う前に噂とかいうのが出るんだよな。ユニオンの奴らはその噂の情報を知ってやがる。それならネオマギウスの二人に聞いてみたら。
痛めつけるより健全な協力方法だと思うけど。なんだよ、トゲがあるな。おい、ネオマギウスの二人、聞こえるか？え、うん、聞こえてます。お前ら、噂についてって詳しく知ってるのか？僕、聞いたことはあるけど、詳しくは知らない。私たちは前のフェントホープにほとんどついてたので。くっそ、前の妙竹林の城なら役に立ったってことか。もう何をじっとしてるの？テレパシーで秘密の作戦なんて立ててたらプンプンだからね。相手に行く気がないなら緑さんたちで頂戴しようよ。そうだな、私たちの不戦勝だ。あー、ダメダメ、私たちも行くから。ま、不利なのは仕方ない、そこは作戦でカバーするか。僕たちはどちらを味方にするつもりだ？足手まといはいらないっつーの。ジュリ様たちだけで行く。うちらは足手まといとは思わないけど。中に入れば守ってあげられる自信はないでございますね。いいんです、気にしないで行ってください。そうか、では赴くとしよう。これでまたプロミストブラッドの持ち数が増えるな。この気持ちとの決着がつくまでに身の振りを考えた方がいいぞ。ハグモン、どうしよう。アマネの二人は事情を話したら許してくれそうだけど、カナギさんはわからない。もともと私たちも東のメンバーでマギウスの翼に入ったからね。今度は許されないかも。何にもうまくいかない。僕たちはただバカにされたくないだけなのに。魔法少女は優れてるんだって認めてほしいだけなのに。それに魔法少女が人類の進歩を支えてくれたのなら、私たちが少し上にいる世界の方がもっと進化を果たせると思う。でも立ち上がろうとすればくじかれる。踏ん張りたいのに踏ん張れない。でも、ま、安心して、私ちゃんがみんなをてっぺんに引っ張っちゃうから。仲間の妹を守れずにさらわれちゃった追い目とか、怖くて反抗できないから相手の言うことを聞いちゃうとか、そういう状況からは私ちゃんが脱出させてあげる。あの人は連れて行ってくれるかな？僕もどうしてだろう、あの人のことを思い出した。それなら案内は任せたぞ。任されよう。やっぱり向こうの方が断然有利だな。姉ちゃん、え？さっきネオマギウスの二人をかばったでしょ。どっちにつかなくてもいいよ。弱いやつを倒す趣味はないからな。プロミストブラッドとの距離が開いてる。このまま順調に進めば私たちの勝利でございますね。気持ちと遭遇することを想定して事前に情報を共有したのが功を奏したな。あとは噂が厄介でなければいいのだが、いくら距離を開いたところで足止めを食らうとな。逆に組たちの体力が削られちゃうよ。それも先を行く緑さんたちの宿命だよね。よし、あとはこのまま直進。奥が開けているはずだ。魔力の反応で相手を追えてるとは言っても
これ以上話されると厄介だな。別にいいんじゃない？先で敵の噂っていうのが出てくるんなら、ユニオンの人たちに片付けてもらっちゃおうよ。それで消耗させておくって。いい悪知恵だな。お前もそうやってセンスはあるんだからさ。もう怖がりな自分は捨てろ。何急に。ネオマギウスのことでジュリ様に突っかかるのは、搾取されてた頃の自分を思い出したからだろ。ほら、グリーフシードを早くこっちに渡しなさい。やだ、これも私が手に入れたのに。そう、だから渡すのよ。いつも守ってあげている私たちにね。それでジュリ様にやめろって言われても変えられねえ。ただカサネアオってやつがジュリ様よりも強いやつだったら違った結果になったはずだ。姉ちゃん、理不尽をなくしたきゃお前が強くなるしかないぞ妹。うん、覚悟さえできればお前は強くなる。二つぎでお前がジュリ様にとどめを刺せなかった時も、山狩りでときめのリーダーを仕留めきれなかった時も、覚悟さえできていれば結果は違ってた。本当にあの人は、アイカさんはてっぺんに連れて行ってくれるかな。私たちに頑張る力をくれるかな。得体が知れないのに、あの地震を見てるとどうかもって思っちゃう。そうなんだよね。あれれ、二人揃ってなんでしょんぼりんこしてるの。情報収集はもういいわ。それはもうお決まる。ケアトレーラーで調整しつついろいろと話してきたから。で、南滝に気持ちがいるって聞いたから来たんだけど、結界の前でどうして突っ立ってるの。戦いに行けばいいのに。マジで意味は、あなたにはわからない。弱い僕たちの気持ちなんて。うん、わかんない。でもバカにされたくないからてっぺんに登りたいって気持ちはね、私ちゃんとシグリンとハグリンはマジで繋がれると思うんだよね。それは同じかもしれないけど。ならオッケー、問題なし、ノープロブレムじゃん。どうしてそんなに自信があるの。私ちゃんのことはカルビが支えてくれるから。だから二人に自信がなくて誰かに支えてほしいなら、私ちゃんが支えてあげる。じゃあ私たちはまずどうすればいいと思う。今はプロミストブラッドとユニオンの間に挟まれてるから。オッケー、聞いてみろ。カレピはプロミストブラッドに従えって言ってる。確かにユニオンはそろそろ終わりそうだからね。終わる、カレピの意見だとね。だから今はプロミストブラッドを手伝いに行こう。そんな急に。どっちみち私ちゃん気持ちを一回見ておきたいから。本当はサーシャが来るのを待ちたかったけど。それは誰ですか。私ちゃんにネオマギウスを教えてくれたマイメン。逃げられないように先回りするっすよ。イロハ、戦おうとはしないで、今は二つ岸駅に向かって逃げてちょうだい。こういう時に地図が苦手なのはかなり不利になっちゃう。合ってるかな。合ってるよね。
市駅の方角ってわかる？私だと迷っちゃいそうで。ワッキュワッキュ。ついていけばいいの？ワッキュ。よかった、これなら駅まで行けそう。あいつら全然俺たちのこと諦めねえな。自分たちのホームだからかなり強気なんだと思います。でも少しだけ遠くなったよな。確かに距離は開いたけど、まだまだ安心できないよ。ちょっと転んだりしただけで追いつかれそうだもん。って言ってる矢先にこけそうじゃない？そんなことないよ。楓のことだなんて言ってないでしょ。師匠、どうする？町に出るのがいいと思うけど、どうしようかって聞いたの。ごめんなさい、少し考え事をしてたの。もちろんイロハにも伝えたし、私も同じ意見。駅でイロハと合流したら神浜を撤退しましょう。交通費の計算なんてしてられないわ。そうよ、交通費、それも気になるのよ。もしや考えてたのはプロミストブラッドの動き？ええ、クレハさんたちの移動があまりに早かったから、その理由を考えていたのよ。早い時間で見積もったとしても今頃駅に到着するはずだし、交通費だって長期化すればお小遣いじゃ賄えないよ。もはやワープしてるとしか。なんてね。それも考えたのよ。冗談のつもりだったのに。だって仕掛けた発信機の信号が同じ場所で途絶えたでしょ。まさかそのタイミングでワープしたって思ってるの？あくまで可能性の一つよ。八千代さん、そろそろ表に出られる。あたしらも人混みに紛れて逃げよう。まだホッとするのは早いよ。さすが陸上部。はあ、やっと追いついた。拠点内でやられた分はここで返させてもらうよ。殺す必要はないわ。摩耗させて疲弊させなさい。さあ早く膝をつきなさい。あと少しで抜けられるってのに囲まれるなんて。なんで八千代さんばかり狙ってくるんですか？いろはちゃんも含めてユニオンの支柱を折る気だから。だけど折られないよ。レナとフェリシアが何とかしてくれるからね。あ、いつの間にかレナちゃんがいない。こっそり私が作戦を伝えたからね。私たちの血肉となります。ユナ、とどめを私に取らせて。ソフィア、八千代さんに集中しすぎてガラ空きなのよ、バーカ。長女さん、お前たちは俺が相手だ。この超巨大ハンマーで全部忘れさせてやるぜ。してたのか少しの間わからなくなるぞ。私たちもね、簡単にはやられないわよ。表に出れば派手に暴れられないわね。うららたちは玉木ウイの監視に戻りなさい。わかったよ。本気で削りに来たけど、ここまで来れば大丈夫ね。大丈夫か、八千代さん。ソウルジェムがかなり濁ってる。グリーフシードを持ってきたから平気よ。よかった。とりあえず人も多くなったし、戦闘は避けられそうだな。ただ、どうやって駅まで向かいましょうか。ピュって行けばいいじゃん。でも、向こうで見てるよ。だよ、しつこいな。
こうして見られてる以上は危険かもしれないわね。うん、戦える場所に誘導されるかもしれないもん。本当なら今頃全部成功して神浜に帰れたはずなのに、ウイちゃんを連れ帰ったら人からでストレス発散ね。おおおお、それだよレナ。うんうん。はあ、人からのこと言ってる？そうそう、うまくやり過ごすならカラオケを使ってみよう。どうやり過ごすの？ナナミや千代たちが動いたわ。この状況で撤退するなら駅に向かうはずよ。みんなをそっちに固めなさい。ちょっと本当に近づくと揺れる。ここまでは話の通りだね。喜ばしいことだけど、どう近づけばいいのやら。これを無視して気持ちと戦えないかな。噂を手下として使って隠れ蓑にしてる以上は避けては通れないだろうな。ピエン、その泣いていることを示すことがイラッとする。わざわざ言わなくてもいいのに。とりあえず近づいてみよう。偶然の可能性も捨てきれんからな。これは難儀だ。本当に近づけば天井が崩落するぞ。いっそ都のよじかけ止まらないか。おい、イラッとさせるな。完全にブーメランだぞ。しかしこのまま足止めを食うと追いつかれるだろうな。何か手立てがあればいいが。それならうちらの笛が役立つと思います。実は白羽だった時にここの噂を守っていて、音の反響を利用して戦っていたのでございますね。え、なるほど、笛の音と相性がいいのか。うまく反響を応用すれば崩落も止められると思うんです。 100% とは言い切れないけど。ではやってみるか。え、早い。思い立ったら即実行。奴らに追いつかれるからな。司くん、司くん、今だ。大きく息を吸い込め。は、はい。止まった。よし、この隙に片付ける。行くぞ、ミエコ。ちょ、カナギ。相変わらず強引だな。仕方ない。リオ、行くみ。ここは全員で噂を潰すぞ。なんかそうなる気がしたよ。行こう、牧野ちゃん。うん。いいから早く。息が持たないでございます。倒せたぞ。そう言ってもらえると努力の甲斐があったでございます。そうだ、本命が来るよ。あたしらの本番はここからだな。うっ、牧野ちゃん。ごめん、リョウちゃん、こんな気をされると思わなくて。確かに気を張らないと心が折れそうになるな。最初から勝ちに行く気なら気を張らなくても大丈夫だろ。お前のハートは鋼か。気持ちを狩るレースにはジュリ様たちも参加するぞ。
噂は消えたからあとは気持ちだけだね。この船にはハイエナしか乗ってなかったようだな。まずい、来たか。このまま音で弾きます。すまない、自分も全力で。飲まれるな妹、逆に飲み返してやれ。気持ちにハートで負けんな。うん。じゃあランカ、ジリ様たちも前に出るか。あんな力を見せられてよく堂々と前に出られるわね。恐怖を感じる期間はとっくに壊れてるからな。ねえ、その戦い私ちゃんも混じっていい？あ？見たことない、誰？アイカ姫ナ、ネオマギウスの新しいリーダー、そしていずれみんなのてっぺんに来る魔法少女だよ。やばいよ、挨拶とかしてる場合じゃない。もうマジで痛いんだけど。っていうか、私ちゃんの自己紹介を邪魔するとかマジおこだし。こいつもネジが飛んでるな。道に落としたんじゃない？ありうるな。ハグマ、僕たちも行く？うん、臆病じゃいられない。アイカさんぐらいまっすぐにならないと。あらあら、もしかして姫ちゃん行っちゃった？今度は誰？私は姫ちゃんのお友達、クルス・アレクサンドラです。なんと、ネオマギウスのことを教えてあげた張本人なんですよ。あ、さっきアイカさんが言ってた。本当はサーシャが来るのを待ちたかったけど。それは誰ですか？私ちゃんにネオマギウスを教えてくれたマイメン。姫ちゃんから聞いてたんですね。今日から私も仲間だからよろしくね、安住はぐむちゃん。それにみやびしぐれちゃんも。はい。じゃあ私、姫ちゃんを追いかけますね。なんか返事しちゃった。私たちも行こう、しぐれちゃん。うん。なんだか急に周りに人が増えてわからなくなってきちゃったね。襲われないようにってとっさに入ったけど。すっごく見てる。このままじっとしてても外に出たら同じだし、夜遅くなるほど人も減ってどんどん危険になっちゃうし困ったな。マッキュー、このまま駅に向かうなら不意をついて突破するしか。確か地図のアプリで周りの景色が確認できたよね。どうやるんだろう。わかる？キュウ。わからないよね。つるのちゃんに聞いてみよう。あれ、先につるのちゃんからメッセージが。動画？師匠の歌聞いたけど、やっぱりすっごい上手だよ。やめてよ、つるの、恥ずかしいから。じゃあ
次は俺の番な。ズルノもデカゴンボールの歌一緒に歌おうぜ。私、何を入れよう。双葉さん、一緒に歌ってみる？こんな時に、みんな何やってるの？あれ、二通目がある。誤解を生まないように言っておくけど、これも相手から逃げるための作戦だからね。地図アプリの詳しい使い方は URL の先にあるから、それで試してみてね。どんな作戦なんだろう、気になる。でも今はひかるちゃんを出し抜ける路地を見つけないと。向かいの通りに暗い路地がある。ここなら不意をつけるかも。ちょっとお手洗いに行ってくるっすよ。では私たちで動きを見ておきますね。お願いするっす。今、はあ、確かこの辺りにあった。なあ、トイレの隙をつくなんて卑怯っすよ。魔力の反応はこっちです。大丈夫、やれる。玉木いろは、どこっすか。いけー。しまった、こっちが支え込まれたっす。この奇襲で1対1に持ち込めば。やってくれたっすね。虎山町の馬は簡単には折れないっすよ。ユナさんのためなら一滴でも多くの血を流させてやるっす。やっ、すごい、軽くて素早い。まだまだ手数じゃ負けないっす。待つっす。戦う気はないってことすか。玉木ウイの命はどうなってもいいしね。私も二つぎでは親友を失ってるから、ユナの気持ちはわかるんだ。仲間を殺したクイも、その道筋を作った神浜への怒りも。だから言えるけど、ユナはまだ妹を殺すことはないと思う。もしも殺そうとするなら、私が止めると思う。あの言葉を信じていいの？簡単に信じると危ない。分かった、戦えばいいんだよね。それじゃあ朔也、あとはよろしく頼むわね。この店を出てきたところを追い込んで、駅付近で挟み撃ちだね。ええ、戦力を固めて一気に葬りましょう。玉木ウイはどうするの？さすがに三日月荘の面々がまとめてやられたとなれば、精神的に持たないでしょうね。もしも玉木いろはたちが生きて二つぎを脱出したら、玉木ウイを殺して玉木いろはを再起不能にすれば。そっか、うん、方針は分かったし、こっちは外で張ることにするよ。それで結局どうやって敵を騙すの？今まで歌いながらカラオケを録音してたでしょ。で、その録音したアカウントを桃子たちの部屋と交換。お互いにログインして再生しっぱなしにすると、なんと、なんと、しばらく歌ってるように見せかけて脱出できちゃうんだよ。うわ、おお、すげえじゃん。カラオケっていろんな機能があるんですね。そうそう、これなら歌ってるように聞こえてもものけの殻に。それって店の外で貼られた場合はどうするのよ？
それはねえ。ああ、しまった、その手があったんだ。なんだか珍しいですね、鶴野さん、こういう時は外さないのに。人間だもの、仕方ないわ。無駄な出費だったけど。ごめん、師匠。じゃ、桃子たちに連絡してさっさと出ようぜ。では、私たちもユナさんと駅へ向かえと。うん。ナナミや千代たちを駅に誘導するにしても、大人数で迫っちゃうと意表をつけないと思ってさ。思い切りはいいですけど、本当に大丈夫ですか？命は取られないよ、相手が相手だからね。だから早く行って。魔力の反応が多いとそもそも出てこないから。わかりました、では気をつけて。うん。魔力の反応もなくなったわね。駅までも遠くないし、いろはちゃんと合流するだけだな。でも誰か一人だけこの辺りに残ってるわよ。この魔力パターン知ってる？さくやちゃんだよね。やっぱりゆいさんにはすっかり覚えられてるみたいだね。それでこんなところまで連れてきて何の用なんだろう。さすがに一人で戦うつもりじゃないよね。そんな無謀な真似はしないよ。ただ伝えておこうと思ってね。何？このまま二つぎの駅に向かえば攻撃される。あと玉木ういは今夜のうちにジャノミアに戻されるよ。今日ユイさんたちが言った誰もいなかったはずの拠点にね。え、あの混乱するのも無理はないわね。うん、急にそんな教えてくれるなんて変だよ。素直に受け入れたら罠って落ちかもしれないしな。聞いておいた方がいいと思うけどな。ここに連れてきたのも高い場所の方が距離を稼げて魔力を感知されないからだし、一晩明かすにはいいと思ったからなんだよ。魔法少女の行動が活発な夜をここでしのげってこと？そうだよ。もっともらしいことを言ってここで潰す気じゃないの？さくやちゃんが私たちを助ける理由がわからない。私ユイさんに言ったでしょ、ユナは玉木ういを殺さないって。それは玉木ういの人となりをユナが知ったから言えたんだよ。相手を知れば知るほど命を奪いづらくなるからね。だけどユナは今玉木ういを殺そうとしてるんだ。私はね、その一線をユナに越えさせたくない。わかった、ありがとう。さくやちゃん、私たちは今夜ここで夜を明かすことにするよ。ぜひそうして。じゃあまた学校で。また学校でってね。なあ、今のどういう意味なんだ？クレハユナを誰でも殺せる人にしたくないんだよ。中止よ。敵が待ち構えていて攻撃されるわ。すごく嫌だけど今晩はこの街で夜を明かすことになりそうね。駅で攻撃？わざと戦って私の魔力をすり減らして。バレたっす。じゃあ
もう1ラウンドで沈めるっすよ。やめて、ハルちゃん足がふらついてるよ。関係ないっす。ユナさんの中にこだまする仲間の断末魔を消すためなら、ユナさんの悲しみが怒りでしか消えないのだとしたら、ヒカルは命を落としてでも生き続け、どれだけの命でも奪ってみせるっすよ。ばかりだから分からなかったけど、こうして眺めてみたら、ヒカルちゃんは幼いフェリシアちゃんと同じぐらいの女の子だ。そんな子に命をかけるとか命を奪うとか言わせるなんて、どうしてそうなったの？神浜が魔女を集めたせいなの？だとしたらごめんね、本当にごめんね。でも私は謝ることしかできなくて、譲ることはできないの。だからその代わりに私はみんなを幸せにする。クレアさんの恨みもヒカルちゃんの思いもいつか全部晴らしてみせるから、だから許してお願い。もうまた浮かんじゃったよ。ミョウちゃん、写真に閉じ込められないの？こいつ結構望遠だからファインダーに収まらなくてね。つくよくん、つかさくん、気持ちの動きを止めてくれるか？ここならさっきと同じようにやれるでございます。つくよちゃん。はい、鉄火共鳴。よし、ミヤコ、噂の時と同じだ。あたしら二人の力押しで、どけどけどけ。侮れない火力だな、引かざる応援とは。ハイエナ根性上等でかっさらってやるぞ。ちょっとちょっと、片付けるのはまだ早いって。なんなんだよお前。私ちゃんにもう少し見せてよ、みんなの戦い方。やっぱ全力を出してる方が勉強になるっしょ。お前は何をしに来たんだ。ムカつくな。ネオマギウスのリーダーかなんだか知らないけどな、ジュリ様の道を阻むやつはウェルダンにしてやる。ちょっと姉ちゃん、目的が変わってる。ああ、頭に血が昇ってる。さっきから引っかき回してくるし、先に倒すのもありじゃん。わあ、急にピンチになっちゃった。でもそうだね、カレピ、もう来る頃だよね。来るって誰のことを言ってるの？私ですよね、イーメちゃん。サーシャ、ナイスタイミング。あの強い魔力を秘めてるのが気持ちなんですね。見られてよかった。また新しいゲストか。うん、気持ちも他の魔法少女たちもみんなピリピリしてますね。そうだ、サーシャ、私ちゃんちょこっと気持ちと戦ってみたいから、ワンちゃん一曲演奏してくんない？いいですよ、サーシャのハープの音色でリラックスしちゃってください。さあ、いかがですか？す
ごいでございます。気持ちがおとなしく、いや、それどころかこっちも。何これ、やる気がそがれていくような。リラックス、リラックス。姫ちゃん、今のうちに気持ちの感触を確かめてください。アザオです。と、ワンちゃん一人でなんとかなると思ったけど、これはヤバタニエン。ごめんね姫ちゃん、私も持ちそうにないです。うん、でもまあ感覚はつかめたかな。やっと追いついた。ああ、もう気持ちと戦ってる。早すぎるよ。引っかき回す二人は本当にネオマギウスみたいだな。にっひん。お前たちが離れていくのは自然だ。気にすることじゃないっつーの。ただ気持ちを奪い合うなら放っておけなくない？だから奪うつもりなら自分の命も奪われる覚悟は必要だ。今回の気持ち、私たちはいりません。どういう敵なのかはカレピがなんとなく分かったって。これからを考える上での情報は得られたわけですね。ではそちらは見学というわけだ。ま、そういうムーブだよね。私ちゃん的にはこんな混乱した中で危険な目にあってまで欲しくないし、全力で手に入れに行ったのかと思いました。カレピが百聞は一見にしかず、目で見るより体験しろって。僕はその彼氏さんの件で混乱しっぱなしだよ。後でちゃんと説明しないとですね。クルスさんもね。そうですね。姉ちゃん。ん？この気持ちは私にやらせて。どんな心境の変化だよ。誰かに支えられてでも、ネオマギウスの子が少し歩き始めた。姉ちゃんの言う通り、私も怖がってられない。覚悟を決めに行ってくる。イージーゲーム？ハードモードのハードゲームだよ。んじゃ、ランカともう何人か連れて行け。ネトゲ以外でタッグを組むのは初めてじゃん。よろしく頼むよ。ありがとね、なんか。いいって。来る。んじゃ、私はサポート役に徹してあげるわ。完全に脇役にされるの、いささか腹立たしいな。こっちも人数はいる。遅れを取るわけにはいかないぞ。ただ虎の子の天音姉妹がもうかなり辛そうだよ。大丈夫？ちょっと、いえ、かなり消耗が激しいでございます。だいぶ連続で使ったからね。でもまだ、いや、無理をしてもこの流れは変えられないだろう。引き際だな。それに妹の邪魔をするなら姉のジュリ様が全力で止める。気持ちにとどめを刺すために貯めてきた魔力だが、お前たちをベリーウェルダンに仕上げるために使ってもいいぞ。攻略方法発見。サンジョ、後ろの翼の付け根を狙って。多分体勢を崩すわよ。オッケー、思いっきり魔力を込めて。これが私の投擲スキルだ。
よし、落ちた。なんか、みんな気持ちは地べたで暴れてるだけだし、このまま力を合わせて全力で。聞こえたわね、みんな、行くよ。はい。これで一つ、成長する。私は、自分の覚悟を固め直すんだ。まだ、動く。何か、私に仕掛けてくる。危ない。一瞬で心が折れそうになった。ハードモードなんて超えてるし、私じゃ完全にレベル不足だけど、その不足してる分をみんなが支えてくれてる。だからやれる、やれるよ。勝ちに行くなら覚悟を決めよう。強くなって、どんな敵でもイージーモードにしてやるんだ。そうすれば、搾取のない世界に少しだけ近づける。私と同じように苦しんだ、ジャノミアの子たちの心を救える。あなたが驚くくらい、ここでレベルアップするから。その首、もらったよ。これで、やっと消えてる、気持ちが。やったじゃん、アオ。これ、姉様と同じやつ。ま、お前の成長の証っつうことだな。うん、ありがとう、姉ちゃん。つうわけで、これでひとまず決着はついたな。後で来たあたしらの方が体力も魔力も余ってたからね。まったくだ、先に戦った方が損だなんて、正直複雑な気分だ。それにしても私たちにとってこの場所は鬼門でございますね。本当は相性がいいはずなのにね。ねえ。それでもよくやってくれた。感謝するぞ。とりあえず今日はもう帰って回復に努めようよ。地図も石も手に入れられて不満はタラタラなんだけどさ。少なくとも緑さんはここで奪い返すほどの元気はないよ。本当に悔しいけどね。ここからジュリ様たちの快進撃が始まるぞ。明日にでもそれを止めてやる。今日はひとまず帰ろう。だな。宮部くん、安住くん、身の振りは早いうちに決めておけ。ジグリン、ハグリン、今日は見学できてよかったね。え？プロミスト・ブラッドのアオちゃん、気持ちを倒す時の迷いのなさ、二人に必要なのはあれだよ。じゃあちょっと自信をつける特訓が必要ですね。特訓って言われても、それに二人のことまだ私たちは知らないのに。それより東の泉も言ってたが、身の振りはどうするんだ。早めに答えは出した方がいいぞ。ジュリ様はもう敵だと思ってるからな。でも実はプロミストプラットに就こうって話してたんです。あれだけ引っかき回しといて。ちょっと気持ちの方が私ちゃん気になっちゃって。キャッんだよそれ。つうか、ユニオンはいいのか？大丈夫。もともとは別のグループだったし、いろいろやらかしたから。踏ん切りついちゃったね。んじゃあ、また連絡するけど、それでもいいんだな。はい。んじゃあ、行くか、妹。ランカたちも、二次に戻るぞ。
オッケー。もう一体気持ちと戦えるぐらい元気そうだな。そうかも。それでは帰りましょうか。シグリン、ハグリン、後で仲間の候補を教えてくれる？はい、構いませんけど。でも元マギウスの翼の人たちみんな断られてるけど。リーダーが変われば色々と見え方も変わるって。案外オケマルかも。あれ、なんか自然とアイカさんがリーダーに。姫ちゃんのすごいところだよね。ユナさん、ユナさん、タマキイロ、目を覚まさないんじゃないかってちょっと心配しちゃった。ソウルジェム浄化しておいたからね。どうして殺さなかったんすか？どこまでお人よしなんすか？もともと殺すつもりなんてないけど、クレハさんは悲しむでしょ？ヒカルちゃんが死んじゃったら。そう、すかね。あのまま逃がしてよかったんすか？殺せば殺すほど憎しみは続く。一人が死ねば多くが泣くのよ。ヒカルが死んだら、私だって怒り狂うわよ。前のユナさんみたいなこと言うんすね。え？夜は戦場になりやすいから移動しない方がいいっすよ。ヒカルちゃん。今日のヒカルは死んだっす。あ、八千代さんに連絡だけでも入れておかないと。嘘、スマホの電池切れちゃった。はぁ、クレハさんの悲しみは怒りでしか消えない。怒りでしか隠せないほど、悲しみで満ちているんだ。こんなところで寝たら、絶対に体痛くなるんだけど。お布団かベッドで寝たいな。わがまま言うなよ。下手に降りたら的になるぞ。そもそもお金がないわよ。じゃあ、貯金下ろす。下ろしても親の同意もなく宿の予約はできません。それよりも友達の家に泊まるとか、親への都合のいい言い訳を考えておいた方がいいわよ。こういう時三日月荘はいいよな。保護者が八千代さんだし。一応未成年よ。そりゃ分かってるけどさ。あ、いろはさんのスマホ電池切れちゃったみたいです。ただでさえ方向音痴なのに。 GPS の信号が消えてるので、多分本当に。次から次へと問題が降りかかるわね。八千代は何を調べてるんだ？電車の時間とか路線図とか、明日の動きに向けて事前に調べておこうと思って。あいつらが来たら電車の上に飛び乗るんだな。アクション映画の見すぎよ。つるの、ちょっと明日の動きをまとめておきたいから知恵を貸して。ほいほい、三日月荘最強の頭脳がアドバイスするよ。そう、玉木いろはを見失ってしまったのね。正直に言うと、やられて気を失ったっす。結局駅付近での攻撃は失敗。ヒカルが原因を作ったっす。期待を裏切ったようなものさ。どの道昨夜側の問題もあったから、結果は同じよ。昨夜さんもやられたんすか？ いえ、むしろ助けたのよ。相手の身と私の心をね。ただ次は玉木いろはを確実に片付ければ。何か考えがあるんすか？地下墓地へ連れて行くわ。ヒカルは玉木ウイのヘアゴムをもらって準備しておきなさい。
玉木ウイの墓をすか。ええ。二人とも、今日はゆっくり休めよ。うん。今日はお店に出ないで、ぐっすり寝ることにする。みどりさんも特ダネがない限り、まっすぐ帰るかな。うん。それじゃあおやすみ。やっぱり、今日の結果は辛いな。前に出過ぎなければ、よかったかもね。さて、こっちは家が大東だから遠いんだよな。あの、りょうさん。お、さとりちゃん、今回も巻き込まれなかった？りーちゃんのおかげで、なんとか怪我はせずに、気持ちとの戦いも、ちゃんと見てました。かっこ悪いところ見られたな。それよりまた魔法少女が増えてどうなるのか不安です。このままだとどんどん混乱していきそうで。とは言っても止める手立てがないからね。でもみんなが魔法少女のことを知っていたら、学校の人とか町の大人たちが魔法少女を知ってたら、抑止力になってくれるかもしれません。広める方法はわからないけど、でも少しでも伝えられる努力はできるような気がしていて、それでですね。うん？りょうさんの写真を使わせてほしいってかごめちゃんは言いたいんだよ。みどりさんの写真を？写真はすぐに状況を見る人に伝えてくれるでしょ。そこにかごめちゃんの文章が加わると詳しいことがわかる。だからいいところも悪いところも補って伝えやすくなるかなって。実はみどりさんも魔法少女のことを伝えたいと思ったことはあるんだ。腐っても分野の端くれだからね。今はどうなんですか？ありだね。むしろ思いつかなかった自分に腹が立つぐらいさ。だから協力させてもらうよ。ありがとうございます。こっちは疲れてるのに誰から。って、マギウスから？シャッターチャンスを逃さない人にお願い。ハッキングしたスマホの GPS を追いかけてたらね、大東で気になるポイントを発見しちゃった。地図を添付して送るからちょっとだけ貼ってくれないかにゃ。特ダネがあるかもしれないよ。私が調べててもよかったんだけど、変な挙動に気づかれちゃったのか初期化されたみたいなんだよね。専門外のことはやるもんじゃないにゃ。まっすぐ帰ろうと思ってたけど、それならもう一仕事するかな。え？天才からのお仕事だよ。いろはさんたちが二次に行ってる間にね、神浜で石をめぐる争いが起きたの。驚きと一緒に現れたその気持ちは、かさねさんが倒して腕輪になった。だけどその戦いは何を見ていいかわからないぐらいぐちゃぐちゃ。ネオマギウスの新しい二人がいろいろと引っかき回して、まだプロミストブラッドの仲間だよって去っていっちゃった。二人とも自由に漂う空気みたい。他を寄せ付けないし何にも溶け込まない。アイカさんは特に一人浮いていて、みんな吸い込む絶対的な存在に見えたの。私にはあの人がどういう人かわからない。でもどうしてだろう、たった一日で記憶に焼き付くくらい強い印象のあの人は、ここの神浜にも自分の存在を刻むような気がする。私が今望んでいること？それって、
夢みたいなものですか。正直、私が夢を持つのは贅沢な気がして、だって誰にも見えない透明人間でずっと家の中でも一人だったのに、今の私はいろはさんと出会って三日月荘に来てずっと幸せに暮らしてるから。でもそれでも私が何かを望んでいいなら愛ちゃんに会いたいかな。今のはなしにしてください。私は愛ちゃんのおかげで楽しい時間を過ごして、愛ちゃんのおかげで前に向けた区切りをつけたのに、また会いたいなんて言ったらダメだと思うんです。あの時の思い出は私の中に自分が成長できた宝物として刻み込んでいれば平気だから。刻む、そう、夢ありました。私、絵本作家になりたいなって思ってるんです。辛い思いも幸せな思いもしてきたから、同じように苦しんでる人を